はい、では5問目いきましょう。非常に短い英文ですね。 Every second counts と、たったの3語から成り立つ英文なんですが、こういう短いものほどですね、内容意味を取るのがやっぱ難しいわけですね。ではちょっと見ていきましょう。まず Every というのはこれ形容詞で、あらゆるとか、全てのという意味ですよね。で、セカンドはじゃあ第二のですかと、ファースト、セカンドのセカンドかというと、ちょっとそれで捉えるとしんどそうですね。なんでかというと、セカンドを第二のと捉えたら、セカンドは、形容詞になっちゃいますね。なので、そうしたらカウンツが名詞になって、主語になるのということで、V がなくなっちゃいますから、V あらへんやんという話になりますね。なので、これちゃうやろうと。失敗しました。なので、もう一回1から考え直しましょう。Every が形容詞であるのは、まあこれは動かんだろうと。で、あと2個しかないわけですから、どっちかが S でどっちかが V になるわけですよね。じゃあやっぱこっちを S にするしかないんじゃないのと。英文のですね、ルールとして動詞、主語、動詞、S、V という語順はこれ崩れんわけですから、このセカンドが主語になるしかない。ということは、この主語のセカンドは名詞である必要がありますね。名詞である必要があるわけです。で、セカンドに、名詞の意味なんてあるのかなと思って調べたら、辞書引いたらあると思いますが、それが何かと言いますと、その時間でいう秒ですね。分とか秒とか1時間2時間とか、あの秒ですよ。なので、あらゆる秒、すべての秒という意味になりますね。で、Every はセカンドという名詞を修飾してたんですね。じゃあこのカウントは何ですかと言いますと、こいつがもう動詞になるしかないですね。しかも後ろに何もついてませんから、こいつは第一分形であろうと。じゃあ、1番のカウントの意味って本当にあるのかなと思って、これも辞書で聞くと、あったと思います。それは S が重要であると。重要であるという意味になっていると思います。ですので直訳しますと、すべての秒が重要である。あらゆる秒が重要である。という意味になりますね。これあまりにも直訳ですから、そこから日本語としてこなれた、何が言いたいのかなということを考えますと、すべての秒が重要だということは、それはつまり、時間は大切だよという話ですね。時間を無駄にしちゃダメだよと。だってすべてのカチコチカチコチチクタクチクタク、秒針動くけど、この1秒1秒が大事なんだからという意味になるんではないでしょうか。なので意訳するのであれば、時間は貴重であるとか、時間は大切だ、時間を無駄にするなみたいな意訳もいいんじゃないですかね。ということで、このように第一文型でっていうのは、他にヒントがまあありませんので、実は難しくなりがちですが、このようにまあ、冷静に構造を紐解いていけば、まあ、読めないことはないということですね。